ロン太郎さん、新記録、マドリーグの松井です。さあ、始めていきましょうということで、またどうでも、まあ、しょうもない話とか、どうでもいい話を、本当お前好きだな、みたいな話になるかもしれませんが、まあ、授業動画ばっかり上げてるとですね、疲れてくるんで、ということになります。で、今日のテーマはこちらということになるんですが、ロン太郎さんが、新記録を達成しましたということになります。はい、おめでとうございます。はい、もう恐ろしいですね。なんでしょうね、もうあのチャンネルで。やばいっすね、ほんと。はい。進撃のロン太郎さんじゃねえかと思うんですけど、はい、進撃のロン太郎さん。ララ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 ラみたいなね。はい、いう感じになってはいるんですけれども、はい。4月の22日、前回、昨日取り上げたやつですかね。昨日取り上げたやつで、日刊のチャンネル登録者数ですね。チャンネル登録者数が、140位まで今度は、アップしましたっていうことですね。140位まで、なりました。いやーね、私もね、まあ、ビッグウェブ来るとか、なんか伝説を築き上げるとか言い出したのは、何回目ですか、私が初めてなんですよ。はい。これ私が初めて、多分私が初めてなんですけど、いや、まさかね、200番台をね、超えてくるとは思わなかったですよね。月間でも今230番ぐらいなんですか。月間でも230番ぐらいの伸びを示しているというふうな形になっているというのが、まあ、ロン太郎さんということになるんですけど、まあ実はまだまだ伸びしろがあるっぽいんですよね。まだ日本人があんまりチャンネル登録をしていないというか、チャンネル登録をしていないということになるんですけれども、まあ、すごいですね。これ100番切ってくるんですかね。切りそうな気するな。100番ぐらい行くかもしれんな。うん。でも自信ないわ、やめとくわ。いや、まあ、切ってくるかもしれないですね。切ってくるかもしれないですね。はい。ということでね、まあ、ロン太郎さんが新記録ということでね、まあ、本当にね、おめでとうございますというかね、おめでとうございますというですね。はい。まあ、ロン太郎チャンネル研究家ってね、どこにも需要ねえだろうと思うんですけど、ロン太郎さん以外需要がないような気がするんですけどね。はい。ロン太郎さん以外需要が、ない気がするんですけど、まあ、ほんとね、なんか、ロン太郎さんなんか、毎回ではないですけど、なんか、松井塾長の松井先生が、みたいな話になるんですけど、まあ、面白いな、と思いながらね、はい、まあ、今日もなんか、面白い、なんか、なんか、面白い動画上げてましたけどね、はい。ということで、まあ、こんな感じになってます、ということになります。ただ、これ皆さん本当誤解のないように、言わせてもらいたいんですけど、申し上げさせてもらいたいんですけど、関津場さんとかもそうなんですけど、違いますからね。僕が応援したのが初めじゃないですよ。皆さんが僕を応援してくれて、チャンネル登録の数を増やしてくれたのが先ですよ。だから僕は恩を返してるつもりですから。恩を返してるつもりだから皆さんからありがとうと言われる筋合いがないと思ってます。なんでみんな、いやー、ついさん、よかったですよって言われても、いや、別にあなたがやってくれたこと。ね、関津馬さんがやっていただいたこと。ロン太郎さんがやっていただいたこと。で、それに対して僕は恩返ししてるだけなので、恩返ししてるっていうつもりもないですけど、なんか、ちょっとでもまあ、なんか、一人でも二人でもまあ、なんか役に立ったらいいかな、ぐらいの感覚で、まあ、動画撮ってるんで、そこのところね、変な、勘違いされないようにしてください。周りが勘違いするのはわかるんですけど、本人が勘違いするって意味がわからないんで、これよくあるんです、私なんかしないですけど、他人の授業をパクるんですよ、私。大体、他人のすごいな、とか、うまいな、と思うのは、他人の授業をパクるって、まあ、今までやってたんですよ。で、二人ぐらいからパクるんですよ、大体。で、二人ぐらいからパクっちゃうから、オリジナルに見えるんですよ、多分。で、二人ぐらいからパクって、ちょっと変えて自分のものにしちゃうっていう風にするんですよ。そうすると、元ネタパクった人が、それパクっていいですかって、いやいや、もともとあなたのですっていうね、状態になるケースが多いんですよ、正直な話。まあ、それだけちょっと皆さん、これ見られてる、見られてる方々、誤解ないように、お伝えさせてもらうんですけど、エフブリューシンドさんの時もあったんで、一応言ってみますが、ロン太郎さんが僕を助けてくれた。ね、関津馬さんが僕を助けてくれた。ね、エフブリューシンドさんが僕を助けてくれた。僕を広めてくれた。ね、そこ、勘違いしないでね、皆さん。そこは勘違いしないで。で、それに対してのフィードバックというか、フィードバックじゃないよ。返答として、ありがとうという動画を上げたに過ぎない。ここは間違いないようにしてください。いいですか。はい。というわけでね。
ノンタロウさん、ゴーゴーノンタロウ、ゴーゴーノンタロウってね、はい、ノンタロウいけいけみたいなね、感じになりますけれども、そちらの方を、皆さんね、楽しみに見ていきましょう。またね、新記録が出たらといって、また新記録出てって言って、明日とかに新記録出たらもう嫌だなと思ってるんですけど、もう今日新記録ですみたいな、めんどくせえなみたいなことになっちゃうんであれですけど、はい、まあちょっとウォッチしてますんで、まあ皆さん頑張ってくださいという感じですね。というわけで本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。